ました。マヤです。カムスブインラハッ。今日のレッスンの内容はこちらです。私も何々です。私も何々ではありません。そして私も何々ですか？レディのバカよ。Let's start。まずは今日使う単語の紹介からいきたいと思います。1番、ピリピノ。ピリピノ。ピリピノ。ピリピノというのはフィリピン人です。私です。で、2番、ハポン。ハポン。ハポン。ハポンというのは日本人です。いいですか？ハポンです。3番、ドライバー。ドライバー。ドライバー。ドライバーというのは運転手のことです。いいですか？ドライバー。4番、バタ。バタ。バタ。バタというのは子供のことです。いいですか？バタです。5番、パニオ。パニオ。パニオ。パニオというのはハンカチのことです。パニオです。6番、バグ。バグ。バグ。バグというのはカバンのことですね。バグです。で、最後、7番はコンピューター。コンピューター。コンピューター。コンピューターというのはコンピューターのことです。はい、では文作りに行きたいと思います。まずは固定文を作ります。使う文型はこちらです。実部、リン、またはディン、主部。実部、リン、またはディン、主部です。主部としては代名詞または指定語を使います。いいですか？もう一回言います。実部、リン、またはディン、主部です。はい、ではこの日本語の文のフィリピン語に訳してみましょう。私もフィリピン人です。私もフィリピン人です。私もフィリピン人です。いいですか？使う文型はこちらです。実部、リン、またはディーン、主部ですね。ですから、まず一番目にやらないといけないのが、実部を見つけることです。いいですか？私もフィリピン人ですっていう文の実部は、フィリピン人ですね。フィリピン人は、フィリピン語で言うと、ピリピノって言います。ピリピノです。いいですか？ですから、ここにピリピノを書きましょう。ピリピノ。で、次は、リンまたはディンをつけるんですね。リンまたはディンは、日本語で言うと、ものことです。英語で言うと、also, to ですね。だから、このリンとディンは、こちらの文のもっていう意味です。はい。で、この文に、リンまたはディン、どっちを使うということを分かるためには、フィリピーノという言葉の最後の文字を見ないといけないんです。フィリピーノです。最後の文字を見てください。おですね。おというのは母音ですね。母音の場合は、リンを使います。いいですか？母音の場合は、リンを使います。ですから、ここにリンを書きます。フィリピーノ、リンになります。で、最後に私たちの主部を置きます。私もフィリピン人ですという文の主部は私ですね。私はフィリピン語で言うとアコです。ですか？アコです。ですから私たちのフィリピン語の文はこうなります。フィリピーノ、リン、アコ。フィリピーノ、リン、アコ。フィリピーノ、リン、アコです。簡単ですね。述部、リン、またディン、主部という文型を覚えれば、このような文を簡単に作れます。はい、では2番に行きたいと思います。文はこちらです。これもパソコンです。これもパソコンですという文です。これをフィリピン語に訳してみましょう。まずは、述部を見つけないといけないですね。これもパソコンですという文の実部はパソコンです。パソコンはフィリピン語で言うとコンピューターです。コンピューター。ですからここにコンピューターを書きます。コンピューターですね。
で、次はリンまたはディンをつけないといけないですね。どっちを使うっていうことを分かるためにはコンピューターの最後の文字を見ないといけないです。最後の文字は R です。 R はシーンですね。ですからディンを使います。ですか、母音はリン、シーンはディンです。ですからここにはディンを使います。ですか、コンピューターディンになります。はい、次は主語をつけないといけないですね。この文の主語は指定語のこれですね。ですか、これもパソコンですの主語はこれです。指定語のこれはフィリピン語に直すと糸になります。はい、糸です。いいですか、ですからこの糸をここにつけます。私たちの文はこうなります。コンピューターディン糸、コンピューターディン糸。いいですか、コンピューターディン糸、簡単ですね。コンピューターディン糸というのは日本語で言うとこれもパソコンですという意味です。はい、では3番に行きたいと思います。3番の文はちょっとスペシャルな文です。いいですか、はい、ではまずは、日本語の文を読みましょう。あなたも日本人です。あなたも日本人ですっていう文ですね。あなたも日本人です。1と2にはこの文型を使いましたね。述部、リンまたはディン、主部です。いいですか、だけどもこの文の時はちょっと違う文型を使います。なぜかというと私たちの主部はあなただからです。かだからです。かの時はちょっと文型が変わります。文型はこうなります。述部、主部、リンまたはディンです。いいですか、述部、主部、リンまたはディンです。リンとディンは最後に来ます。これはかの時だけです。いいですか、はい、ではこの文をフィリピン語に直してみましょう。あなたも日本人です。でまずは述部を置かないといけないですね。こちらにはあなたも日本人ですという文の述部は日本人ですね。日本人はフィリピン語で言うとハポンです。ハポンですか、ハポン。で次は主部を置きます。主部はもちろんあなたですね。あなたはフィリピン語で言うとカです。カですか、ハポンカになります。ハポンカ、ハポンカというのはあなたは日本人ですということなんですけども、今日はあとハポンカも、あなたも日本人ですという文を作らないといけないので最後の方にリンまたはディンをつけます。いいですか、ハポンカ、ハポンカ。で次はリンまたはディンをつけるんですね。どっちをつけるかというとカの最後の文字を見ましょう。最後の文字はアです。アというのは母音ですね。ですからここにつけるのはリンになります。いいですか、私たちの文はこうなります。ハポンカリン、ハポンカリンです。いいですか、ハポンカリン、ハポンカリン。日本語で言うとあなたも日本人ですということです。いいですか、主部がカ以外の場合はこの文型を使います。述部、リンまたはティン、主部。でも主部はカの場合はこれを使います。述部、主部、リン、ディン。赤いですか、はい、次は否定文を作りたいと思います。使う文型はこちらです。いいですか、ヒンディ、リン、主部、述部。赤いですか、これは主部がカ以外の場合ですね。ヒンディ、リン、主部、述部です。いいですか、この文型には必ずリンを使います。リンに決まってます。なぜかというとヒンディが必ず前に来ないといけないからですね。ヒンディの最後の文字は母音です。
ます。ですから、リンを使います。いいですか？ヒンデ、リン、主部、実部です。いいですか？はい、では、例文1に行きたいと思います。はい、では、例文1、この文をフィリピン語に直してみましょう。彼も子供ではありません。彼も子供ではありませんっていう日本語の文です。この文献に沿って、この文のフィリピン語に直してみましょう。いいですか？はい、まず書かないといけないのは、ヒンデですね。ヒンデ、同じですね。ヒンデっていうのは、いいえのことです。否定文の作るときに使う言葉です。いいえのことです。いいですか？ヒンデ、ヒンデ。で、次は、リンです。リン。なぜリンかというと、ヒンデの最後の文字が母音だからです。ですから、リンを使います。ヒンデ、リン、ヒンデ、リンですね。で、3番目に書くのが、主部です。ですか？彼も子供ではありませんっていう日本語の文の主部は、彼ですね。彼はフィリピン語で言うと、シャになります。シャです。ですか？ヒンデ、リン、シャ。ヒンデ、リン、シャです。で、最後に、つけないといけないのが実部です。彼も子供ではありませんっていう文の主部は子供です。子供はフィリピン語で言うとバタです。バタですか？バタです。はい、では私たちの文はコンプリートです。ヒンデ、リン、シャ、バタっていう文になります。ヒンデ、リン、シャ、バタです。ヒンデリンシャーバタティは日本語で言うと彼も子供ではありませんっていう意味です。ヒンデリンシャーバタ、ヒンデリンシャーバタです。はい、では2番目に行きたいと思います。文はこれです。あれもハンカチではありません。あれもハンカチではありませんっていう文です。いいですか？この文献に沿って翻訳してみましょう。あれもハンカチではありませんっていう文ですね。まずはヒンデを書きます。ここにです。いいですか？ヒンデ、家のことです。で、次はリンを書きます。ヒンデリンになります。ヒンデリンです。いいですか？で、3番目に書くのは主部ですね。あれもハンカチではありませんっていう文の主部は指定語のあれです。あれっていうのはイオンです。イオン覚えてますか？イオンです。ヒンデリンイオンになります。いいですか？で、最後に書くのが実部です。あれもハンカチではありませんっていう文の実部はハンカチですね。ハンカチはフィリピン語で言うとパンヨです。パンヨ。パンヨ。はい。ですから私たちの文はこうなります。ヒンデリンイオンパニョ、ヒンデリンイオンパニョ、ヒンデリンイオンパニョです。ですか？ヒンデリンイオンパニョ、ヒンデリンイオンパニョ。この文は日本語で言うとあれもハンカチではありませんっていう意味です。とても簡単ですね。はい、では最後の否定文に行きたいと思います。最後の否定文の主文はか、あなたです。ですからこれもとてもスペシャルな文になります。なぜかというと違う文型を使うからです。はい、ではこの日本語の文のフィリピン語に直してみましょう。あなたも運転手ではありません。あなたも運転手ではありませんです。いいですか？まずはここにヒンデを書きます。ヒンデ、家のことですね。で、次はカーなのでヒンデの後に書くのはカーです。主部のカーです。いいですか？カーカーっていうのはあなたのことです。ヒンディカ、あなたではありませんっていう意味です。で、3番目に書くのはリンです。リン、ヒンデカーリンになります。ヒンデカーリンです。いいですか？で、最後は実部を書きます。実部です。
あなたも運転手ではありませんっていう分の実部は運転手です。運転手はフィリピン語で言うとドライバーですね。ドライバーですか。ですから私たちの分はこうなります。 Hindi ka rin driver。 Hindi ka rin driver。 Hindi ka rin driver です。意味はあなたも運転手ではありませんです。はい、では最後に疑問文を作りましょう。定文と固定文と同じで3つの文を作ります。いいですか。2つの文はか以外の文です。主語がか以外の文です。で、最後の文は主語がかの場合です。いいですか。主語がか以外の場合に使う文型はこちらです。実文、リンまたはリバ、主文、いいですか。実文、リンまたリンバ、主文です。はい、1番目の例文に行きたいと思います。この例文です。彼も日本人ですか。彼も日本人ですか。彼も日本人ですかっていう文です。いいですか。この文献に沿ってこれを翻訳してみましょう。まずは実部ですね。実部、この文の実部は日本人です。日本人、日本人というのはフィリピン語で言うとハポンですね。ハポンです。はい、 OK です。ハポンです。で、次はリンまたはディンをつけないといけないですね。ハポンの最後の文字を見ましょう。 N ですね。 N はシーンです。ですから、はい、ディンをつけます。ハポンディンになります。ハポンディンです。で、3番目につけるのがバです。バ、質問の時はバをつけます。いいですか。質問がはいと言えで答えれる質問でしたらバをつけます。いいですか。ハポンディンバになります。で、最後につけないといけないのがシブですね。シブはカレーです。カレーというのはフィリピン語で言うとシャになります。シャです。いいですか。ここにシャをつけます。私たちの文はこうなります。ハポンディンバシャ、ハポンディンバシャ、ハポンディンバシャです。意味は彼も日本人ですかっていう意味です。簡単ですね。ハポンディンバシャです。はい、では2番の例文に行きたいと思います。この日本語の文をフィリピン語に訳してみましょう。それもカバンですか。それもカバンですかっていう文です。いいですか。この文献に沿ってこれを翻訳しましょう。はい、それもカバンですかっていう日本語の文です。いいですか。まずは実文を書きます。それもカバンですかっていう文の実文は何ですか。カバンですね。カバンはフィリピン語で言うと英語と同じです。バグになります。バグです。バグです。で、次はリンまたはディのつけないといけないですね。どっちを使いますか。バグの最後の文字を見ましょう。最後の文字は G ですね。 G はシーンです。なのでディンを使います。バグディンになりますで、3番目バーをつけます。いいですか。バーグディンバー、バーグディンバーになります。で、最後にははい、主語をつけます。主語はそれです。それ、それっていうのはフィリピン語で言うとイアンです。イアンイアン、いいですか。ですから私たちの文はこうなります。バーグ、ディンバー、イアン、後ろを上げます。バーグ、ディンバー、イアン、バーグ、ディンバー、イアン、バーグ、ディンバー、イアンです。バーグ、ディンバー、イアンは日本語で言うとそれもカバンですかのことです。ですか。語尾を上げるのを忘れないでくださいね。バーグ、ディンバー、イアン、バーグ、ディンバー、イアンです。
はい、では最後の例文に行きたいと思います。最後の例文の詩語はもちろん特別なカーですね。はい、カーです。主語がカーの場合はこの文型を使います。いいですか。実部カーリンまたはリンで最後にバーがあります。いいですか。はい、ではこの日本語の文のフィリピン語に訳してみましょう。あなたも運転手ですか。あなたも運転手ですかっていう文です。いいですか。まずは実部を書きます。実部です、はい、あなたも運転手ですかっていう文の実部は運転手ですね。運転手はフィリピン語で言うとドライバーです。ですか。ドライバーです。ですからここにドライバーを書きます。ドライバーですか。で次は主語のカーを書きます。ドライバーカーになります。ドライバーカー、ドライバーカー、あなたはドライバーですかっていう意味です。で次はリンまたはディンをつけますね。こちらの場合はリンをつけます。なぜかというとカーの最後の文字がアだからです。アはボインです。ボインの場合はリンを使います。いいですか。ドライバーかリンになります。あなたもドライバーですという意味です。で最後につけるのがバーです。いいですか。バーで私たちの文はこうなります。ドライバーカリンバ、ドライバーカリンバです。意味は、あなたも運転手ですか？あなたも運転手ですかって意味です。とても簡単ですね。ドライバーカリンバ、ドライバーカリンバです。はい、では今日のレッスンはこれで終わります。今日のレッスンはどうでしたか？簡単でしたか？難しかったですか？簡単でしたね。はい、質問とか他に習いたいこととかがあればぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。はい、また次のレッスンでお会いしましょう。パーランポ、マダミサラマン。